ファースト電話。やっべえ、マジやべえ、半端なく緊張するぞこれ。どうすんだこれ、どうしたらいいんだこれ。夏休みの予定？おう、なんか都合悪いとかあるか？そうだな、夏合宿中はずっと風紀員として合宿の監督に行くことになってるわ。陽花もその間は補習があったよな。あー、そっか、そうだった。やべえ、すっかり忘れてた。よし、サボるなよ。遅刻も絶対にダメだ。おう、くぅ、ヘビーだぜ。陽花がサボったり遅刻したりしたらすぐに私に連絡が来るからな。そっか、わかった、サボらねえ、遅刻しねえ。秋もその間はずっと学校来んのか？ああ、さっきも言っただろ、夏合宿の期間中は風紀員として学校に来る。合宿は15日までだな。ほっ、そうすると合宿中は学校で秋に会えるのか？そうだな。お昼は一緒に食べるか？マジ？おお、食べる、絶対に食べる。そんで補習終わったらどっかに遊びに行こうぜ。ダメだ、合宿の監督があるからな。ああ、そっか。まあ、終わった後に少し話すくらいならいいぞ。マジ？おお、そうしよう。だが、遅刻したらなしだ。絶対遅刻しません。よし、頑張れ。おお、あ、そうだ、合宿以外の日だったらどうだ？どっか遊びに行かねえか？うん、まあそれは構わないが。で、どこに遊びに行くんだ？ああ、なんかあったかな、面白いライブとかあったっけな。そうか、それじゃあどこに行くか決まったら連絡してくれ。電話の番号はこの間教えただろ、決まったら電話してくれ。それじゃあ今日は委員会があるからまたな。秋の携帯に電話すんのか俺。やべえ、マジで緊張してきた。遊びに行くんだよな、つまりそれって。おい、デートじゃねえ、デートの約束するために秋に電話すんのか。すげえ、これってマジブックだ。もしもし、陽花ですけど。ああ、陽花か。うん、愛してる。わあ、ちょ、マジで。あ、いやね、これはね、落ち着け俺。愛してるっていうのは俺からだべ。とにかく手はしねえと。神様、俺に力を、ロックを。秋。うわ、ドレスのトップじゃねえか。秋すげえ。うわ、今気づいた。これ、家電じゃねえか。マジロックだぜ。はい。陽花でございます。うわー、何言ってんだ俺は。その はい、秋でございます。いや、今のはだな。面白かった。
いや、すまない、ちょっと悪乗りした。友達からと分かっていても電話だと緊張するものだな。陽花のおかげでそれが一気にほぐれたよ。そっか。マイガー、俺は今すっげえ穴掘りたい気分だぜ。それでどうした陽花？いや、そのこの間言ってた夏休みに遊びに行こうっていうやつだけどさ。ああ、どこに行くか決まったか？ああ、ちょっと面白いことやってるの見つけてさ、一緒に行かねえか？いつだ？ああ、その日なら大丈夫。いいよ、一緒に行こう。おう。場所は？ああ、それなら待ち合わせは新駅がいいな。そこからなら一本で行けるはずだ。待ち合わせは、そうだな、11時くらいでいいか？おすっげえ、あっという間に決まっちまう。バンドのメンバーとは大違いだぜ。情報はきちんと整理すれば決められることはすぐ決まる。時間を無駄に使うのは感心しないな。いや、すげえよアキ。これくらいは当たり前のことだ。それじゃ11時に新駅の前で。遅刻するなよ。おう、ま、任せろ。自信ないんだな。おう、寝てるかもしんねえ。まったく。陽花の家から新駅までは何分で来れる？ああ、そうだな、学校の反対側だから30分はかかんないか？起きてから出かけられるまでの支度にはどのくらいかかる？ノータイムから10分くらいか。わかった。それじゃあ1時間前の10時に陽花の携帯に連絡する。それで絶対に起きろ。それってモーニングコールか？モーニングという時間じゃないと思うが。言っておくが、遅刻したらすぐに帰るからな。分かった、絶対に遅刻しねえ、死ぬ気で起きる。そうしてくれ。それじゃあまたな。何か予定に変更があったら連絡する。おやすみ、陽花。おやすみ、アキ。すっげえ、マジすげえぜ、アキ。電話の声もセクシーだぜ、アキ。マジゾクゾクするぜ。しまった、今のおやすみって録音しとけよかった。明日は絶対早起きする。正座して待ってるぜ、アキ。アキのおはようっての録音してやるぜ。ぐおー、早く朝になんねえかな。明日の朝はきっと世界で一番ロックなことになるぜ。